歌か。フォローは任せてくれ。エヴァ、よく耐えてくれた。安心しろ、お前の死骸は俺が代わりに。止めるな、俺は。行くぞ。終わったな。いや、まだ終わりじゃない。会いに行こうぜ、もう一度。何をバカなことを。そんなことができるわけ。ジャックと出会った時、私はレブナントに飼われる所持物だった。喉を潰され声を失っていた私を、あの人は何も言わずに引き取ってくれ、ずっとその恩返しがしたかった。私には適合者としての素質がある。この体が少しでも彼の役に立てるなら、その結果人間を捨てることになって。目が覚めたのね、ジャック。傷は痛む。眠ってしまっていたか。
大丈夫だ。こんなことにお前の喉を使うんじゃない。その命令は聞けないわね。私はあなたのために歌うのが好きなの。自分を責めないで、ジャック。あなたは優しい人だから。私は後悔はしてない。でも最後にもう一度あなたのために歌いたかった。辛い思いをさせてしまったな。そんなことないわ。何もかもを失っていた私に、あなたはもう一度光を取り戻してくれた。この声も。そんな顔をしないで、ジャック。いつかはこうなる運命だった。侵害を受け継いだ時から。それでも私は幸せだった。あなたがいてくれたから。ああ、俺もだ。あなたはあなたの使命を果たして、命を燃やし運命の時が巡るまで精一杯生きて、エヴァ、歌ってくれないか、俺のために。部屋で一人耳を澄まし、君は鍵の音待っていた。温めるたびに忘れゆく消えた記憶、見えなくなる君がその全てを消し、泣き日の雨の香り遠く響く鳥の声、部屋で
がとう。ありがとう、ジャック。俺はこのままミドを追う。追うってどこにいるか知ってるのか。侵害を利用した実験を繰り返し、エヴァから複数の侵害を奪って姿を消した。奴の目的はおそらくクイーンの復活だ。そのためにシルバの侵害をも奪うつもりなのだろう。シルバも継承者だったのか。問題はそれだけじゃない。赤い霧、レブラントが渇きにあえぐ霧の牢獄を生み出した世界の果て、あれを作り出しているのはシルバだ。何？どうしてそんな真似を。暴走したクイーンと戦うにはどうしても戦力が必要だった。そのために多くのレブナントが生み出された。結果的にクイーンを止めることには成功したが、外の世界には多くの人間たちが暮らしている。赤い霧がなければ血に飢えたレヴナントやロストが野に放たれてしまう。それだけは防がなくてはならなかったんだ。お前たちのようなレヴナントばかりであれば、そんな心配もきっと必要なかったのだろうがな。砦への道を開こう。急げば奴に追いつけるかもしれない。一つ警告しておく。忘れるなよ。侵害を持つ者は常に暴走の危険をはらんでいるということを。いい目に育ったな、新入り。